さん、こんにちは。ゼフです。メイです。パパです。おいっす。はい、今日はね、何もやりません。え、今日何もやらないです。紹介だけします。はい、はい、やりたかった。はい、今日はおばあちゃんがお正月の旅行でお土産を買ってきてくれまして。どこに行って？うん、外国。うん、そうで、その外国のお土産がこのダッフィーフレンドのお友達を買ってきてくれたんで、今日は紹介していきたいと思います。新しいの？見たことない。見たことないね。で、まあ、あのダッフィー知ってますよね。はい。今日ダッフィーのお話をしながら、その新しいお友達を紹介していきたいと思います。ダッフィーと、こちらなんですか？シェリー・メイ。そう、シェリー・メイ。メイと一緒の名前ね。で、これ実は、はじめディズニー・ベアっていう名前で販売されてたらしいんですよ。ディズニーランドじゃなくて？そう、ディズニー・ベア。ディズニーシーンにしか売ってないんだけど、ディズニーランドに売ってないのよ。ダッフィーいるのに？どこに？ディズニーランド。ダッフィーいないよ。そう、ダッフィーないのよ。ディズニーランド、ダッフィーないのよ。ディズニーシーンにしかいないの。パレードとかでも出てこない？出てこないね。出てこないね。出てこない。ディズニーシーンしかいない。ふーん。初めて知った。え？いっぱい行ったのに？これも。いっぱい行ったのに？このダッフィーは2004年に登場しました。そしてその次、シェリー・メイちゃん。これね、設定ではミニーちゃんがミッキーにプレゼントした車のぬいぐるみです。ミッキーが航海に出るときに寂しくならないようにって言って、ダッフルバッグっていうバッグに入れて渡したから、ダッフィーっていう名前らしいよ。ミッキー考えた？ミニーちゃんが考えたんじゃない？ってこと。そしてその次に出てきたのが3人目のお友達、ジェラトーニ。誰だそれや。知らない？初めて聞いたわ。ぬいぐるみどっかにあるよ多分。で、4番目はウサギのステラルー。そう、ステラルーちゃんです。ウサギのピート。違います。ステラルーちゃん。そう、ステラルーちゃん。ステラルーちゃんの夢は、ダンサーになるのが夢らしい。ステラルーちゃん。ウサギがダンスできるわけない。ウサギちゃん。はい、メイ、もぐもぐしない。何やってんの。飲食禁止ですよ、動画中は。ダッフィーフレンズね、ダッフィーのお友達、ダッフィー、ダッフィー、シェリー、メイ、ジェラトーニー、ステラル。そして誰？5番目、5番目のお友達が香港限定で2018年の7月に発売されたものが今日います。え、ダッフィーの友達。はい、そちらのお友達はどうぞ。どーよ。はい、どうぞ。こちらでございます。なんだこいつ、めっちゃ面白い。ちびっちゃクッキーっていう名前らしいです、うん、犬のコックさん。これちょっと今コック帽かぶってないんだけど、本当はコック帽をかぶったぬいぐるみが売ってるらしいです。香港のディズニーランド限定。かぶってます。で、かぶってるね。そう、あれ取れないよ、これって。取れないね。うわ、目緑や。うん、この目が緑なのが特徴らしい。そう、今のところ香港にしか売ってません。どうでしょうか。香港って遠い？香港遠いっす。飛行機？飛行機ですね。こんにちは。こんにちは。あなたの名前教えて。私はクッキーです。私シェリーメイ、よろしく。よろしくね。僕はね、はい、あのね、ダッフィーだよ。君はダッフィーって呼んだい？うん。あなたは誰？シェリーメイって言ったでしょ。え、今から何をし遊ぶの？鬼ごっこしよう。じゃあ私が鬼ね。用意、スタート。じゃあ、やばい。そうで、5人目のお友達が加わりまして、6人目も加わったらしいです。何そいつ。パパです。パパ。パパもこのダッフィーフレンズとかに加わりました。僕も。僕ごめんごめんごめん、ちょっとね、審査があるんですよ。何を。歌のシーンがあります。歌って。ダッフィーフレンズ、パパは合格した。歌歌って。雪だるま作ろう、ドアを開けて。はい、どうぞ。雪だるま作ろう、ドアを開けて。
メだな、それじゃ。それじゃ多分合格しねえわ。違う、6人目のお友達はハワイのアオラニ限定のオルくんっていうカメのぬいぐるみを配ってオル、オルくんで、さっき調べてたらオルくんだけこの足のミッキーマークがなくて甲羅にあるらしいです。オルくんだ。オルくんはちなみにミュージシャン音楽、音楽、音楽のミュージシャンのオルくんというわけで、今日はバーバからもらったこのホルくんで買ったやつ、違う、香港です、うん、香港いつかね、やっぱディズニーシー、東京のディズニーシーでも会える時を楽しみにしております。いや、会えるの？というわけで今日はばあちゃんに買ってもらった旅行の土産のぬぐるみクッキーを紹介してみました。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。見てね、バイバイ。